何でも食べてます、アメリカでは広いところですね、片道4車線ぐらいがありましてですね、追い越し車線はなんか一人乗りの車は通れないとか、走れないとかね、でなんか助手席に人形置いてなんか走ってるとかね、よく映画があるらしいんですが、そういうところでした。はい、すごく勉強になります。最近いつも喋りないがしろにしちゃってるんですけど、必ずちょっと一言これからやる曲にあたって、はい、ちょっと彼をフィーチャーにするですね。はい、ご紹介に預かりました。この曲はですね、毎回イントロ、まあ、ベースなんですけれども、そんな難しくないはずなんですけど、まあ、結構とちるというか油断できない曲なんですけれども、で集中したいなと思うんですけれども、さっきからこう暴れたりなんだりしてるんですけれども、もうさっきからもうばっか言ってるんですけど、どうしてこんななるのかと言いますと、もうタクシーで財布を忘れました。はい、問い合わせしていつかいつかとここでもちょっと着信が見れるように置いてあったりするんですけれども、はい、全く動きません。真っ暗ですから、ね、はい、お先も真っ暗です。明るい未来。はいはいはい、意外にロックミュージシャンみたいなね、姿勢だったね。はい、でもね、僕の経験からさっきも言ったけど、携帯とかそう財布は戻ってくるから、大丈夫大丈夫、戻ってくるから。これクレジットカードの入りの名刺入れとか戻ってきたから大丈夫。本屋さんで落としたけど、ちゃんと戻ってきた。全然戻ってこないですけど、ね、ということでですね、次の曲はですね、ガラリとの曲がありましてですね、金賞のマーカス・ミラーがですね、デビット・サンボーの曲をですね、どんどんハートが来てますけどね、ラウフォーカバーで、ね、曲をね、ちょっと演奏でありますが、ちょっと聴いてください。We'll be right back.
ありがとうございます。ありがとうございます。